小任候補のソドームは1年生1人、2年生1人の計2人で月曜日と水曜日の週2回活動しています。人数は少ないですが、私たちは専任講師のもと、予選経験でサドームの稽古に励んでいます。普通の活動内容は、お茶会や文化祭などの行事に向け、その時々の季節の作法を行うことを決めて練習しています。現在は新型コロナウイルスのせいで、お菓子を食べることができない状況ですが、お手間をきれいにするために、一つ一つの動作を丁寧に確認し、重点練習に取り組んでいます。では、これから2年生のお手間を披露したいと思います。これで、小任候補のソドームの紹介を終わります。